中の糸を今度補充して糸の先端口左の方へ通さなきゃいけない糸通し作業がこちらが改善前、これが改善後、2種類あります。改善前は穴の中に糸を入れて横から糸を吸って出すんです。その方が簡単なんです。ところがこれしますと綿ぼことかほこりをするということであまり衛生上良くないです。そこで考えたのがこの溝です。何もないですね。種も仕掛けもありません。この溝を使って糸をここに出すの普通なら道具フック貼ってフック引っ掛けたら簡単にできます。だけどフック道具は使いません。吹いたりすることもしません。これを一度右の方へ持ってきました。ピーンと張ってます。この状態でワンツースリーと。すごい。何も落ちたんです。もう一回いきます。とピーンと張って、これでワンツースリーマジックです。これ何